みなさんこんにちは、小学習賞です。よし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 、半月に迫りました。はい、おお、第6回アウト祭。はい、おかげさまで第6回ね。2年ぶりに尼崎に場所を戻しまして、はい、どういった内容に今回なりましたか。尼崎ボートレースでは、2年前、3年前と、開催をお伝えしたんですけれども、うん、まあ、その時とはまたまた一味違う感じに今回はできたんじゃないかなと思ってます。というのも、過去最大の お店の数、お店の数いろいろね、いろんなちょっとね、食べ物や飲み物、生態もありますね。販売してる物販のコーナーがいろいろたくさんありますので、ちょっとね、もちろんいつも通り、ちょっとあれですけど、ステージでの演奏があって、あとお台場の演奏もあって、さらにこの会場の雰囲気、ものすごく楽しい、イベントになるんじゃないかなと思っております。しかも今回ゲスト、奈良県飛鳥村を拠点に、ヤマトさんのゲストです。ヤマトさん、ご存知の方も多いでしょうね。この見てる方でね、ヤマトさんからも全国で言うかも、世界で大活躍の方々ですからね、楽しみにして。僕らも初めて共演させてもらう。そうなんですよ、非常に楽しみですね。非常に楽しみ、ね、その他もですね、災害復興支援イベントですので、災害復興のブースとか、ちょっと見たりとかして、そうですね、展示させていただいてたりとか、まあ、ちょっとこう、あの地域の尼崎のその防災関係の少し体験もできたりとか、ね、そうですね、なんかこうイベントを楽しみながらも、そういう災害復興、災害に対する関心を持っていただけるような、イベントができたらなと思いますので、はい、ぜひご家族、お友達、恋人、おじいちゃんおばあちゃん、犬、猫、もうひとひねり、ネズミまで、おお、いただいて、ネズミもいい、ネズミもいいですよ。ギリギリネズミまでです。ネズミまで、ネズミまでオッケーなので、ぜひたくさんの、方を、ぜひたくさんの方と一緒に、ご来場いただけたらなと思っております。お待ちしております。それでは小学習ショーでした。